エプロンのデザインで上出来できました。友人がいなくなりましたみたいなこと。一瞬柔道着みたいに見えてすごい立派じゃん。なんかさあ見せますよ。見て金のピンクだろ若干似てる。高木慎吾チャンネル、きたきたきた。はい、どうも高木慎吾チャンネルです。今日は何をしましょうか。お、これを使います。ちょっとね、チラリと見えてたからちょっと嫌な予感だけど、料理するときになんか足りないなみたいなものってありますか。料理するときに足りない、足りない。いつも直感でやっちゃってるからな俺の知識そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、いつもエプロンしてないなって。あ、エプロンを作りたいなと思ってますけど。あ、それのデザインを。デザイン、あ、なるほどね。エプロンのデザイン、おお、いいですよ。やってみましょうか。エプロンのデザインって大丈夫かな。文字っていうよりはイラストにしてほしい。イラスト絵心マジでないですからね。やばいっすよ。まあまあまあ、やりましょうか。いやでもパッと今本当に出てこないの。ハツラツキッチンでしょ。どういうのがいいかな。ハツラツキッチン、部屋の周りに龍があるから、ちょっと龍を描こうかなって。龍、結構難しいな。クオリティ高くないですか。クオリティ高いよね。あれだぞ。龍じゃなくていいか。ちょっとじゃあスマホ見てみますか。スマホ見てみます。あ、いいのがあったな。ドラゴンっぽくして顔を折れみたいですよ。まずあのピョウスケが似てるかどうかっていうのが怪しいですもん。よく言われるね色とかも気になるな。全部カタカナね。カタカナもあるね。やばいね、出てこないね。普通にパピですけど、とりあえずイメージ。バランス悪かったかな。持つ。黙々とこうやっていけるいいですか。早くにしまったら。できたんですか。そこの。世間話だから。ピンクダウンでしょうか。絵心ないからな、本当に。やばいな。左右が全く違う。やば。まあまあ、ここから修正しますから。何言ってんの。まじまじと見に。やばいよ、もう。輪郭ですか。輪郭。今んところ何書いてんだっけ。ここから。難しいっすね。あー、でもなんかヒントが。ふん。いい感じっすよ。こういう子供、小学校の時こういうのを真面目にやった記憶がないですもん。ちなみに絵で思い出した、あんまり絵で描くの得意じゃなかったんですけど、笑うセールスマンがあります。はい。もぐろ福蔵が好きでよくその絵を描いてたんですよ。そしたら、小学校5年か6年の時に、生徒会長を決める選挙みたいな、やるってなって、で、同じクラスの子はその生徒会に立候補するんですから、応援の絵をみんなで描こうって言って、笑うセールスマン描いてたんですよ。先生に何でも不幸になるやつ、不幸になる、まあね、アニメの書いてとんでもないっつって却下されたという。狂気一票よドーンみたいなの書いたらどう見ても落ちるだろうみたいなそういうのは好きなの。いまだに見ますよ。世間話していいですか。遠くなってきたでしょ。上手です。色をつけて、濃いとこはいい感じ。いい感じです。あ、結構良くないですか。でもうちょっとだけ濃くしますね。ちょっと気持ち、あれ使えない話ばっかりする、ね、あの完成直前をやめてほしいです。あ、分かった。今晩ちょうどご飯行く人がガウンに竜描いてみた人なんですけど、その人もうなんか降りてこないと描けないんですけど、自分もそんなえ？ちょっとだからいい、こんなにうまく描けたことないから、ちょっとでも僕がほら見ながら描いてるから降りてきたって言ったら怒られちゃうよね。きたきたきたー。上出来できました。
つらつキッチンのピンクドラゴン、龍にしか見えないでしょ。でこの黄色いのはちょっと自分でこうドラゴンボール好きだからちょっとね、スーパーピンクドラゴンでちょっとポク、シンゴと下の名前だけでできました。ヘンテコを期待したで俺もまずやばいと思ったけど、以上です。はい、完成が楽しみです。それではまた高木慎吾チャンネル。はい、どうも高木慎吾です。イラスト描いてもらったエプロンがね、おお、え、なんかすごいしっかりしてるけど、こちら何、一瞬柔道着みたいに見えてるなわけない、なわけない、すごい立派じゃん、なんか。あの時この絵40年間で一番うまく描けた気がしたもんな、絵は。ほほう、まず自分が見ちゃったけど、おお、これいいっすよ。さあ見せますよ、見て、はつらつキッチン、ピンクドラゴンがね、こうちょっとスーパーサイヤ人のように、ドラゴンボールのスーパーサイヤ人のようにヒゲが金色ですけど、金の髪をしてる、ヒゲをしてる、ん、金のピンクドラゴン、ちょっと自分で何言ってるか分からないですけど若干似てる。これどうやってやるの、こんな難しいのしたことないから、え、これどうすんだろうね、分かんないよ。もうエプロンしてるプロレスラーなんて俺かレザーフェイスぐらいじゃないですか。レザーフェイス誰も知らないでよ予想以上にすごい生地がしっかりしてるんですけど、すごいっすね。こんな感じでしょ、なんで常に笑ってんのどうでしょうこれ着てね、ハツラツと料理しますよ。大体同じものばっか作りますけどね。このドラゴンなんか汚したくないなでも結構きついな別にここ入れるのあんまないけどね、なんか入れるのあるかな。これ着方あったんですか、後ろってクロスするんじゃないですか。クロスってバッテンにする、後ろじゃないですか、後ろ向いてきます、違う落ちてきちゃう逆からつけるってこと、バッテン、背中でバッテン、こう、そうそうそう、そしたら落ちてくる、さっきののが多分肩ひも落ちてきちゃう。意外となんで方なんだよね、こういうのなんかキュッと締めたくなっちゃうんですよ。結構入れることあんまなさそうですけどね、何刺すの、なんか水が染み込みそうな生地だけどいや下手くそだから、紐が通りづらいとか紐が通りづらいからまあこれからもハツラツキッチン、はい、ご期待ください。それではまた、断食やった方がいいですよ。80時間やりました、何キロ痩せた、前の日の晩11時ぐらいに実際は食べ終わったんですけど、そっから痩せたら 5.8 キロぐらい、もう普通に朝からだと 3.8 キロとかですけど、